アニョハセヨー、タカユニダーということで、今回はピリ辛の韓国料理を味わえるテイクアウト専門店へ行きたいと思います。テイクアウト専門店？そうなんです、韓国料理のテイクアウト専門店って珍しいですよね。韓流ブームのように辛いものが流行る季節にもなってきました。僕も地味に辛いものにハマっています。だからすごい楽しみ。早速行ってみましょう。今回お伺いしたのは奈良県柏市にあるネンリーソウルキッチンさん、テイクアウト専門店。メニュー豊富すぎてビビった。今回購入したのはこちらの4品。はい、ということでネンリーソウルキッチンさんの方でね、4種類買ってきたんでね、こちらの方で、ね、食べていきたいと思います。まずはこの海鮮チヂミの方からいただきます。海鮮チヂミで、この特製ダレあるんで、これをつけていただきます。ここの海鮮チヂミ分厚いね。ほんまにピザぐらいの分厚さあるからな、これ。いや、ほんまにほんまに。いただきます。近づけただけで、この海鮮魚介の風味がふわーっとするんですけど、お好み焼きって感じします。関西人めっちゃ好きなんちゃうかなと思う、これ特に。次、僕大好物なんですけど、トッポギ。いただきます。ちょっと重いね、結構これ一つが結構なあの重量級で、まあボリュームあるんよね。いただきます。うん、おいしい。すげえもちもちしてて、噛めば噛むほど徐々に徐々に辛くなっていくんです。でもベースはね、若干この甘さがあるんですよね。甘さがありつつも、そのキムチの辛さっていうのがこうガツンと後から来るっていう感じがしまして、これ上品で美味しいですね。で、結構腹持ちもいいのでね、こちら。もうほんまに大好物。じゃあ次、格的でございます。いただきます。辛ってる、うまいわ。この辛さ加減がまだちょうどいい。徐々に徐々にこう辛くなっていくっていう感じがあって、この大根にもね甘さがあってね、これうまいですね。噛んでたらこのシャキシャキなるこの感じといい、もうこれお酒のつまみにもいいですし、ご飯ともいけますね。最高。さて次、嫁大好物の山芋でございます。うん、これも結構シャキシャキしてるけど、噛んでたらちょっとだけ粘り気もあって美味しいですね。キムチ自体の味がほのかに甘さも感じながらの最後に辛さがあって、これがね、まあ、日本人向けの味になってるんかな。すごく美味しいですね。もうスーパーで売ってるものと味比べたらもう全然違うんで、めちゃくちゃおすすめで美味しいですね。もうこれで一品としていけるんでね、家族で食べれると思うんでね、いや、おすすめですね。なるこみ。はい、てなわけで、ネンリンソウルキッチンさんの方でいろんなものテイクアウトして食べたんですけども、うまかったですね。辛味最高ということで、はい、今回ね4品ねテイクアウトしたんですけども、すごいなと思ったんが、格的キムチとか山芋キムチなんですけど、キムチ自体のベースがおそらく違うんかなと思いました。それがまた美味しくてね、お酒も進みましたね。でこちらね、テイクアウト専門店ということで、まあ、窓口で、ね、テイクアウトするという形にはなるんですけども、メニューも豊富なんで、どれ買おうかめっちゃ迷います。がっつり食べたい人に石焼きビビンバとかクッパもありますし、あとね、うどんとかね、冷麺とかもあるんで、本当にがっつり食べたい人はがっつり食べれますし、一品食べたい人は一品もガゴとってきます。こちらね、 Google マップでね行くとね、お昼の時間は営業してないっていう感じで出てくるんですけども、こちらに Instagram で見てもらったら、お昼の時間もちゃんと営業してますので、詳しく知りたい方とはね、 Instagram 等を参考にしてもらえたらと思います。4品食べてね、今口の中すごい辛い状態なんですけども、一品一品食べる場合、そんなにすごい強い辛さは感じないので、そんなね、あの気構える必要ないかなと思います。こちらの店、駐車場も店舗前に広くありますし、すごい行きやすいお店かなと思います。まあ、今回はね、こんな感じで終わりたいなと思います。こちらの動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、あとベルマークをポチッと
お願いいたします。あとツイッター、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日のタカの一言、辛いもん食ったら早口になるわ。次回の動画でお会いしましょう。バイ。